皿焼雇用跡群は、愛知県田原市にある遺跡、中世厚み用の一つ、田原市指定史跡。皿焼雇用跡群所在地小塩津町小山の山裾に位置する雇用跡で、周辺の開発に伴う土取りなどで発見され、1978年以降、3回の発掘調査が行われた結果、13基の穴蔵用が検出された。 ほとんどの鎌体の壁面や床、文、炎柱に、すさや陶片による、星修の跡が見られるほか、既存の商代列に加えて、高台より用した大用の商代と見られる、伏せて並べて据えられた山茶碗が多数検出されている。出土品としては皿、亀、壺、片口鉢などの他に、陶製五輪刀、瓦刀、風卓など仏教色が強いものも確認された。 釜は標高50メートル、1400平方メートルほどの狭い斜面に、おおよそ上下2段に築造されているが、古い釜の沿道部末端に別の釜の滝口があったり、一つの釜壁を隣り合った二つの釜で使用しているものが確認されており、釜を掘りやすい、鉱石大地の誘うの範囲が限られたために、廃された釜のすぐそばに新しい釜を掘ったと考えられている。 13期のうち状態の良かった7号用は、埋没保存されているほか、同様に埋没保存されていた12号用は後に、再発掘した上で、上屋がかけられ、皿焼き雇用館として、田原市厚見運動公園の一角で公開されている。なお、厚見用で穴倉か跡の構造を直接見ることができる施設はここ一箇所のみとなっている。残存長6.24メートル。 小生室最大幅2.4メートルで、分炎柱一部残存。残存長11メートル、小生室最大幅2.4メートルで、分炎柱基部が残存。残存長8.5メートルで、小生室最大幅2.4メートル。土取りによって燃焼室は消失していたほか、小生室の一部が損壊。残存長7.3メートル、小生室5メートル。 最大幅2.2メートルで、沿道部2.3メートル、最大幅1.3メートルが残存。残存長9.9メートル、分、炎柱残存。埋没保存された。全体構造不明。水平部推定11.5メートル、側壁5メートルと分炎柱基部残存。全長13.4メートル、最大幅2.4メートル。滝口幅1.1メートル。 焦正室3.1メートル。分け炎柱高1、3メートル。検出された中で最も完全な状態を保っていた。全長10.7メートル。最大幅2.5メートル。ぼっくいに粘土を巻いたものが立てられた状態で6個。検出された。小正室と区画して窯を閉塞するためのものとも考えられている。残存長8メートル。最大幅2.8メートル。 天井を削り、床面を砂で踏み固めて、約10センチ傘上げするなど、大規模な回収の形跡が、厚みようでは初めて確認された。残存長11メートル、最大幅2.5メートル。残存する分、炎柱の高さ1.15メートル。埋没保存された後、1993年から復元整備され公開されている。全長6.7メートル。 文穂の柱高さ0.9メートル。旧厚見町が1993年に本鎌マートを史跡に指定したのを受け、埋没保存されていた12号要を再度発掘して、復元、1995年から公開したもので、田原市への編入に伴い正式名称が変更された。復元された穴蔵用のほか、出土した陶器を展示している。なお、 ガラス越しに鎌体を見ることは通年可能だが、雇用館の中に入る場合は、運動公園体育館で鍵を借りて、自分で開ける必要がある。ありがとうございます。